皆さんこんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えますこの2リットルのブロー容器の中には、僕がね、先月、幼虫で割り出しました。アスタコイデスノコギリの原名。今はね、カスタネウスって呼ばれてますね。レスヒ出身のね、ワイルド F3 のね、幼虫ちゃんが多分15頭入っております。今日はね、このアスタコイデスノコギリの幼虫ちゃんをね、この2リッターのブロー液から取り出してですね、こちらの菌糸のカップに入れていこうと思います。まあ、お引っ越しですね。で、皆さん多分ね、育ち始めた幼虫ちゃんは多分ボトルに入れたりすると思うんですけど、僕はちょっとね、あることがですね、心配で、こちらのね、菌糸カップに入れていくというスケジュールでね、飼育をしていこうと思います。はい、じゃあまずはね、15匹ちゃんといるかどうかだよね。ほとんどがね、材から出てきた幼虫ちゃんで、まあ、そのままね、このボトルに入れたフェロールマットで、飼育しておりました。まあ、フェロールマット非常に優秀みたいでですね、かなりみんなにおすすめされて、購入しました。高いんですけどね。まあでもちょっとしか使わないんで、でね、置いとくとね、フェロールマットこんな感じになります。白い菌糸が回って。でね、見た感じね、かなり大きくなってて、正直もう3例になってる子もちょっといるかもしれないね。いや、結構ね、こう出すのが結構心配なんだけど、大丈夫かな。あ、出ないか。あ、出る出る。多分15頭いると思うんだよね。おー、出る出る出る。わー、出た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 。で、こちらのね、幼虫ちゃんは、割り出したのが6月23日で、産卵セットはね、5月の初めから6月の初めまで1ヶ月間でした。幼虫はね、35頭、割り出しております。で、20頭はね、元いた方の手元に、お返ししたんですけど、うちに残ったのは15頭ですね。あ、でもこれって、3例かな、もう。3例になっちゃってんのかな。あ、どうなんだろう、どうなんだろう。どうなんだろうか、これ3例かな、2例かな、ちょっとね、わかんないんだけど。一応、多分ね、6月生まれなんですよ。で、今7月24なんで、約2ヶ月ぐらい経ってると思います。このね、栄養価の高いフェロールマットに入れてからは、まあ、約1ヶ月ぐらいか、経ってるんで、どうなのかな ?3 例、多分まだ2例かなと思うんですが、1頭ずつね、プリンカップに移していきたいと思います。で、今日のテーマはね、なんで 200cc のプリンカップ、または 90cc のプリンカップにね、お前は入れてんのかという話ですよね。多分ね、このタイミングで皆さんね、結構多くの方はね、もうボトルに入れちゃうと思うんですけど、僕はね、こう浮かずれが気になったわけです。はい。で、浮かずれが気になるっていうのはですね、まあもちろん、オスとメスがね、かなり浮かずれするらしいんですよ。で、僕いつもね、やってる種類だと、まあそんなの関係なく、育ててですね、また2ヶ月後とか3ヶ月後に産卵セットを組んで、要は何ヶ月かずらしてですね、産卵させて、まあ、合うところで、ペアを組んでですね、また産卵させていくっていうスケジュールをね、いつも組むんですけど、このカスタネスノコギリに関しては、これ、詳細産地付きなんですよ。レスヒ出身なんですけど、まあ、そうするとね、かなり希少でですね、同じ産地の子結構いないんですね、この子たち。なんで、つまりはね、ここで取れた幼虫ちゃんでペアを組まなきゃいけないわけですよ。そうすると、さっきね、言ったように、オスとメスでね、浮かずれしてしまうとですね、困るわけですね。それで僕はね、考えました。いろいろね、皆さんに聞くと、まあ、浮かずれ対策するには、まず、浮かずれしやすいオスとメスを分けなきゃいけないじゃないですか。で、やっぱね、オスとメスをね、分けようと思ったら、やっぱ3例までね、育てなきゃいけないんですよ、幼虫を。3例まで育てた時に、種判別をしてね、幼虫ちゃんをよく観察して、種判別をしてからですね、オスだったら菌糸のまんま、メスだったらマットに入れるとか、まあ、例えばね、温度管理をしてみたりとか、まあ、いろいろしなきゃいけないわけなんですけど、まずね、オスとメスをね、分けなきゃいけないんですよ。メスはね、早い子はすぐ羽化してしまうので、3例までね、一旦とりあえずですよ。とりあえず、このちっちゃいカップで3例まで育ててから、雌雄判別をしてから、その後ね、ボトルにね、移していこうということで、今回はプリンカップにお引っ越しをしております。いや、皆さんもね、まあ、プリンカップ使う方、使わない方結構いらっしゃると思います。で、やっぱりね、浮かずれしたら合わないんですよね。次の類代ができなくなったりもするみたいなんですよ、どうも。まあ、種類によってはね、あまり浮かずれしなかったりする種類もありますし、逆に浮かまでが長い場合って、
ボトルに移してからね、ボトルに移してからまたもう一回ボトルのあのマット交換なり禁止交換なりするときに判定すればいいかなみたいなスケジュールもあると思うんですけど、このねカスタネウスちゃんね、早い子はメスなんかはね4ヶ月ぐらいで羽化しちゃうらしいんですよ。どうも早い子はね3ヶ月から4ヶ月ぐらいでもう全容になっちゃったりする子もいるみたいなんで、メスはね、なんでだからスケジュール的にはね、だから生後3ヶ月、まあ、6月生まれなんで、まあ、8月9月ぐらいにはねもうしっかり種判別して、まあ僕の場合はですけど、メスは低温マットで管理して、オスは禁止で常温で、まあ、25度ぐらいでね管理しようと思っております。いやでもね、浮かずれのね対策って僕ちょっとあんまりしたことなくてですね、正直カブトムシメインでやってるのもありますし、まあ、二次クワガタはね、いるんですけど、あの子たちはね、浮かずれしても、成熟期間も寿命も長いので、まあ、合うんですよ。少々合うんですけど、このカスタネスちゃんね、オスとメスで、本当2、3ヶ月ずれるみたいなんでですね、ちょっとね、対策がいりますね、こういう種類のクワガタは。類代がね、容易で、まあ、例えば、結構ね、みんな飼育してる数が多くて、まあメスが先に羽化してきた時にオスが単品でね、用意できる手倍の虫とかだったりすると、まあ心配ないんですよ、きっとね。だと思うんですけども、こういうね、ちょっとレアい産地だったりとか、まあ詳細産地付きのね、レア個体だったりとかするとですね、なかなかそれも難しいんで、僕はね、こうやってプリンカップに一回移して、まあ3ヶ月ですね、三齢幼虫ちゃんにしてから、またね、マット交換の時にプリンカップから、ボトルに入れる時にね、また判別してから管理しようと思います。まあでもこのタイミングで本当はね、多分マットの方がいいかもしんないんですよ、正直なとこ言うと。あんまりにも早いとですね、このプリンカップを食べ尽くした頃にもう羽化が始まっちゃうみたいなことがあるかもしんないんですけど、ちょっとその辺はね、まぁ、ちょっといろいろ見ながら、まぁ、ちょっと僕も初めてで、はっきりわかんないんでですね、見ながらね、進めていきたいと思います。でね、僕ね、プリンカップ入れるときはですね、こんな感じで、端っこの方に、しっかりね、穴開けてですね、そこに幼虫ちゃん入れるようにしてます。これね、真ん中に入れるとね、様子がね、全く見えないんですよ、最初。だから、元気に菌糸食べてるのか、ちょっとね、元入れたマットで、そこにいてですね、まあ、ちょっと菌糸が食べにくいのか、あんまり食べたくないような素振りを見せるのかをね、しっかりね、観察するために、こんな感じで、端っこの方に入れております。おー、いたー。でかいね。これはでも三齢幼虫ちゃんなのかな、もしかして。お、いた。おー、15匹全部生きてましたね。あー、かわいいね。これでも三齢なのかな、もしかして。ちょっとね、僕もこのサイズのクワガタやるの初めてで、多分さすがにまだ二齢と思うんですが、もしかしたら三齢かな。いや、さすがにもうちょっと頭大きいと思うので、多分二齢だよね。はい、じゃあ最後の一匹ですね。この子も大きいね。やっぱ1ヶ月経つともう三齢初期っていうかもう、どうなんかこれ2例か3例かちょっと僕がね判断できないっていう謎の現象が起こってるんで、僕も初めてなんでね、このサイズのノコギリクワガタ、どうなんだろうか。まあ多分これでこのプリンカップの中でね1ヶ月ぐらい過ごしてもらってから多分種判別するようになると思うので、またのその動画は出そうと思いますので、もし興味ある方ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今日はね、カスタネウスノコギリの、幼虫ちゃんのお引っ越しでございました。孵化後ね、まあ、1ヶ月から2ヶ月ぐらいの間に、このプリンカップに一度移してね、三齢ちゃんまでしっかり育てて、その後、種判別をして、ボトルにね、移していこうと思います。まあね、浮かずれがんっていうのがね、結構テーマじゃないですか。まあ、レア産地だったりとか、結構珍しい種類のクワガタだったりするとですね、この浮かずれっていうことが引き起こるがゆえに、類代できないってこと結構あるんでですね。まあ皆さんもしね、いろいろ工夫してると思いますが、ぜひね、このプリンカップを利用する方法もね、またご参考になればなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。早速ね、禁止に潜ってくれてますね。この子部屋がちょっと狭かったね。